僕たちは ILC 科学少年団。ここまでつくば市にある KEK で加速器や測定器のことを学んできた。前回は ILC 建設に必要な加速空洞というものの開発施設を見せてもらったけど、今回もまた他の施設を見学するよ。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。それでは STF をご案内いたします。こちらへどうぞ。超伝導加速器を試験している地下トンネル、ここに来ました。地下トンネル、ここは地下10メートルのところにありますトンネルになります。ついてきてください。ここの施設では、電子ビームを実際に作って、そして、超伝導加速空洞によって、電子ビームを加速し、ちゃんと超伝導加速空洞が働くかどうかを試験をしています。まず電子ビームは上流の、電子ビーム発生装置から出されます。その、出た電子ビームはこのビームパイプを通りまして、この黄色い加速モジュール、私たちはクラウモジュールと呼んでますが、そのクラウモジュールの中にある超伝導加速空洞によって電子ビームは、下流の方向へ加速されていきます。これが ILC で使われる超伝導空洞が8台入りましたクライオモジュール、全長が12メートルのクライオモジュールになります。その後ろに短いクライオモジュールがついておりますけれども、 ILC ではこの12メートルのものを全部で1700台使うことになっています。それぞれの空洞はこの中に収まっていますが、この中でマイナス271度まで冷却され、そして超伝導加速空洞が超伝導状態になってから、初めてマイクロ波のパワーをこの導波管によって各空洞へ入れていきます。これによってですね、中に加速する強大な電磁場、電場ができます。その電場によって電子ビームを次々と加速していく、これが、クラウモジュールの役目です。黄色いパイプ一つの中に前回見た超伝導加速空洞が8個入っている。電子ビームと呼ばれる素粒子は超伝導加速空洞の中で加速していくんだけど、そのためにはとても冷たい環境を作らなければならないんだ。この黄色いパイプの中で冷たい環境を作り出し保っているんだよ。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。じゃあ今から案内します。はい、はい、じゃあこちらに。これがですね、今から皆さんに見ていただく加速器という装置の、大きな配置図になります。まず最初に電子という、我々ビームと言いますけども、電子の塊を作るところがあって、それを加速する長い、加速器というものがあります。その後、ちょっと大きくて分かりませんけども、リング状になった、ぐるぐると電子ビームを回す、装置があって、そこで非常に質のいい、ビームに変えます。でその質のいいビームになったものを今度は取り出して、最後の直線になっているところに送り込みます。そこでは、電子ビームをですね、ぎゅーっと絞っていく。はい、今皆さんに入っていただいたのが、我々の線形加速器といわれる、線形とまっすぐですね、加速器になります。こちらにある、ちょっと複雑な形をした装置がありますけれども、ここで電子ビームを作ります。電子ビームというのは電子の塊です。集団の塊です。でその一つの塊の中に約100億個の電子がいます。その100億個の電子をここで作って、その塊をずっと向こうに、送っていきます。ここからですね、左の方に曲げていって、次のダンピングリングという、校庭のレーストラックの運動場がありますけれども、あれの形をしたリングに入っていきます。ちょうど今、ここまで来ました。この絵を見るとですね、線形加速器、ま、ずっと歩いてきたところですけれどもあって、ドアを越して今この時点にいます。で、目の前にあるのはダンピングリングと呼ばれるもので、一周が約140メートルあります。このダンピングリングの目的はですね、高品質のビームを作るということです。高品質のビームというのはどういうものかというとですね、最初に
我々が加速している電子ビームというものは100億個の電子の塊だと言いました。でその100億個の電子がですね、すべてが同じ向きを向いていれば最後に絞ろうと思ったときギュッと1点で絞ることができます。ですが100億個の電子が最初作ったときはですね、まだその向きがちゃんと揃ってない、ある程度の角度を持った電子ビームになってしまいますので、そのまま絞ろうと思っても絞れないんですね。でそれに対して、ある程度小さくて向きが揃っているビームが入ってくるとですね、同じシステムを使って絞ろうと絞った場合に、小さく絞れる、これが決定的に大事なことで、高品質のビームを最後まで持っていかないと、リニアコライダーで必要なビームの小さいビームを作ってぶつけるということができなくなります。で、こちらがですね、ダンピングリングから取り出してきたビームを、送っていくラインになります。でここから、約数十メートル、50メーターくらい、これが我々が ATF2 と呼んでいる最後にビームを絞り込むための試験をしているビームラインになります。はい、ずっと歩いてきていただいて、ここから先また形が変わっています。ここがですね、リニアコライダーでいうと衝突点のほぼ直前の部分になります。ここで一度電子ビームはちょっと広げてですね、そこから一気にナノメートルという大きさ、ナノメートルというのは、1ミリメートルの1000分の1が1マイクロメートル、そのさらに1000分の1が1ナノメートル、それを1000分の1、リニアコライダーでは電子ビームを6ナノメートルまで絞ります。ですから非常に小さい大きさまで絞る。ここ ATF というのはテスト施設ですので、いろんな試験をしています。電磁石の上にある丸いものですね、これが加速度計と呼ばれるもので、ここでの振動を精度よく測ります。で電子ビームがやってくるときのですね、振動がどういうふうになっているか、その結果電子ビームがどういうふうに絞ることができるのかということを今調べています。でこういった研究をですね、この ATF という施設では世界の研究者となって一緒になってやっています。我々のその ATF という加速器ではですね、この最終的に電子ビームを絞り込むという実験、それからその絞り込んだ電子ビームを常に安定に同じ位置に持ってくると、同じ位置に制御、位置を制御してあげるということを研究しています。これがリニアコライダーで常にですね、衝突点で電子と陽電子がぶつかって実験が継続されると、実験を続けることができるということになります。非常に大事な技術をここで開発します。今日は KEK を見学してみてどうだったかな。コミュニケーションプラザです。楽しみながら素粒子に触れられたので入り込みやすかったよ。ノーベル賞の金メダルにもびっくりした。私は本物の加速器や測定器の迫力にドキドキしました。あといろいろな国の人たちが関わってるプロジェクトなんだなと改めて思いました。僕はやっぱり ILC の最先端が知れてよかった。ワクワクしたよ。 ILC が完成して物理の研究をするのは、はるくんやひなちゃんやたっくん、君たちの世代の仕事なんだ。宇宙の謎を知りたいという純粋な好奇心がその研究を進めていくんだよ。宇宙や素粒子の研究の将来は今の子供たち、つまり君たちにかかってるんだよ。はい。現在世界中で進められている素粒子研究は ILC が完成すると大きく進む。物質は何からできているのか、4次元以上の次元は見つかるのか、ダークマターの正体は何か、見えないものが見えてくれば世界中のさまざまな問題が解決されるかもしれません。宇宙と素粒子が出会うための道、その道は僕たちが作り歩いていくのです。 ILC 科学少年団ではご意見ご感想をお待ちしています。ご応募いただいた方の中から抽選で毎月20名の方にプレゼントを差し上げております。ぜひご応募ください。 OK, je m'appelle Lynn Evans. Je suis directeur de collaboration de collisionneur linéaire. Je suis gallois. Je suis gallois. 次回はいよいよ最終回。今までのおさらいをしていきます。